こんにちは、すぐです。本日はですね、皆さん、怖い見知らぬ人、ゴリラのいたずらっていうゲームをやっていきたいと思います。もうね、タイトルからして意味がわかりません。本当に意味がわかりません、これ。これで意味わかる人いんのっていうぐらいね、意味わかんないタイトルなんですけど、こちら、一応ホラーゲームって調べたら出てきたんで、こちらやっていきたいと思います。でもちょっとバカゲーっぽいんでね、ホラーゲーム苦手な人でもできるかなっていうので、これにしました。で、これね、説明書きがね、あってね、一応ね、皆さんと呼びたいと思います。皆さん、こんにちは。クレイジーゴリラが動物園のバンから脱出し、大きな別荘に身を隠しました。ん？皆さん、こんにちはってもう、挨拶じゃん、実況者の。こんなこと書かないから。皆さん、こんにちはもう、なんなん、誰に向けて言ってんの、これ。まあとりあえず大きな別荘に身を隠したと動物園からバンされてね、なんかやられて別荘に暮らしました。家の所有者は、もうやばいな、俺カミカミだわ。家の所有者は彼の存在に気づいていません。彼っていうのもちょいとやめてほしいな。一応さ、なんか人間に対して言う言葉だから、ゴリラに対して言ったら人間と思っちゃうから、ゴリラを俺は。そのゴリラはこの別荘が本当に好きで、別荘での生活を経過おもろすぎるだろ何これ、別荘での生活を計画って、ゴリラ計画するとか言わないで、マジで面白いから。現在彼は可能な限り様々な方法で所有者にをいたずらしていますっていう感じの概要らしいですね。もう面白い、すでに面白いで、評価もね、6件しかないんだけど高いんですよね。だいたいこういうゲームって低くなるんですけど、まあやっていきましょうか。とりあえずさあ行きましょう。横なんでね、あ、ユニティさんのやつですね。おっとなんか横長なんだよな。何、ちょっと待って、音量調整していい？よし、やっていきましょうか。なんかロゴもすごいあれだねなんか特性強いね。で、どれやったらいいの。ショップ、モアゲーム、プリバシティ、ポリス。とりあえず一番左かな。戻っちゃった。これどこ行ったらいいの。ショップ、あー、これか？これ何このゴリラね画質が微妙にちょっといいのが腹立つな。で、これ、どれこれ。左？あー、またここ行っちゃった。どういうサイト来てんの俺。これ、どうやってゲームするの？あ、これか。広告入っちゃった。何これ、おはあ、こっちの方が面白そう。さあ、やっていきましょう。あ、これで進めるっぽいね。ゴリラか。なんかハンバーガーとか持ってるけど。で、まあとりあえずやっていきましょう。ステージ1からね。いや、ちょっと楽しみなんだけど、神ゲーかもしんないからね、ワンちゃん。お、ちゃんと待って、ストーリーもある。見ていこう。結構好きかもしんないこのゲーム。意外とクオリティ高えな。画質はそこそこなんだけど、クオリティが普通に高い。何、ゴリラが寝てる本当に野生のゴリラって感じだな。なんか本当に知性持ってると思う。何これで石ころがあって、いや、おかしいだろこんなならないってあんなちっさい石ころでなんでこけるの、意味がわかんない。なんかすげえ元気そうなゴリラ出てきて、なんか海パン履いてんの腹立つな。海パン履いてこれどうすんの。コンティニュー、ああ進めってことね。読めない、誰、成人男性みたいな感じの出てきて、何したらいいかわかんない。これ何、これ、I can use, choose, block, じゃ。とりあえず、なんか目的地、これが多分この緑に光ってるのが目的地なんで、そこまで行きましょうって感じが。何これ？あ、歩けないのか？ちょっと待って、ターゲッティングとかもある。すげえ、FPS 見せみたいなのもできる。待って、これやばいって。待って、神ゲー引いたかもしんない、今回。これで走るっぽいね。なんかもうちょっと走って。なんか出川さんぐらいしか走んないのちょっと面白いな。で、これ、あ結構毛並みもしっかりしてるね。で、キャラクターが見やすいね。この枠が黒いから。でも、とりあえず行きましょう。ここにね、行ったらいいんでしょう。これ、わしづかみで。おレンガ持って、何すんのこれを、え、何これ、どうすんの、あ、投げるってこと。おお、投げた、すげえな。やっぱ、ゴリラのさ、握力ってすごく、あれじゃん、高いからさ、いいよね。待って、これ、どこに投げんのこれ。人に投げるとかじゃないよね。これ、
これさ、あ、あっちまで行けってことか。なるほど。まあ、とりあえず走っていきましょうか。結構神ゲーじゃない今だから。めっちゃいいゲームじゃない？で、これトイレとかもあんのよ。で、ここに何？何？え？何？何？え？意味わかんない。え、どういうこと？どういうこと？どういうこと？え、お、え？負けたの？え、負けたっぽい。ね、嘘でしょ。え、これどうしたらよかったの？これとりあえずさ、石ころ持つのはあれでしょ、多分普通なのよ。これ石ころとりあえず持ってなんかするんだと思うんだけど、これ人に投げんのかな、この石を。ちょっと一旦さ、あっここに人いたがじゃん。でも木のところにさあれだったから、ちょ、これで狙い定めてエイム合わせるんだ、これで。で、この人間に投げる、投げる。おお、何、どうしたらいいのこれ。え、これで OK？ なんかビックリマークついたね。で、これをこの石を多分もらうんですよ。え、これ、え、どうするんだこれ。ちょっと今んとこ読めないぞこれ。でも いたずらするってことなんで、おそらくこうやってね、人に対して投げるんだと思うんですよね。ちょっと上の方投げる。どう？あ、わかったわかったわかった。あ、待って待って、え、待って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 、こっち来ないで。え、なんで、あ、もうなんでよ、もう見つかっちゃった。わかったわかったわかった。要するに石で投げてそこに気を引かせて、その間に扉に行けってことだよね。なるほどね。あ、結構しっかりしてんな。待って、なんか通知来たのやだな。とりあえず、まあ、拾います。これでもこいつ遅いからさ、なんか結構難しいんだよね。遅いからさ、どうしたらいいんだろう。まあ、とりあえず、え、どの辺に気を引かせるのが普通なのかな。何？なんでなんでなんで、なんでやられた？荒野行動のこのスナイパーにやられたの？え、待って、めっちゃむずいんだけど。ねえ、みんな、え、めっちゃむずいんだけどこれ。ちょっと待って、難易度マジで高いかもしんないぞ。これできるまでカットとかになるのかもしんない俺。そのぐらい難しいですね。一旦、え、なんで見っかったの俺。人に見っかったらダメってこと？じゃあこの辺に投げる。はい。で、これ走る。走ってあの家行こう。あの家。オッケーオッケーオッケー。ちょっとガタガタしてんのやめてくんない？なんでこれ入る。入れない？でかくね？ドアでかくね？あ、待って。明らかにドアがでかいんだけど。で、この辺に降りて、で、石ころとかさ、結構大事かもしんないね。この気をね、引くために石ころが大事かもしんない。で、これ、家の中とか入れないのか。どうしようかな。どこ行きゃいいんだろう。これなんか何つっかがってるって。ちょっと待って。ああ、待って。え、どこ地球宇宙儀に行っちゃったね。待って、これある意味難しいかもしんない。結構難しいかもしんないな。いや、でも石ころ投げるだけなんで今のところね。ただね、石ころがどこでも落ちてるわけじゃないから、その辺の配分がちょっと難しいかもしんない。んで、あんまり右行きすぎても、あ、待ってあれなんですよね。で、この辺で一旦投げる、気を引き締めて、で、あ、でもこっちもいいのか。あー、そうか、右もいるのか。これどこ行けばいいんだろうね、これ。なんかジョーラのおじさんが走ってるの。あ、待って、え、あれ、なんかステージ変わった。なにこれ、なんかステージ変わったんだけど、なんで謎なんだけど。まあ、とりあえず行きましょうか。めっちゃいいソファー持ってんじゃん、これ。キングみたいな、 You are King みたいな。あーっていいぞこれ。え、ここにさ、座れない？ほらほらほら、こんな感じで You are King できない？これ、え、待って、サムデバイにいいな、めちゃめちゃ。え、これは、あ、この距離に人間がいるってことか。メートルが表示されてる。え、でもここら辺ってさ、レンガがないからさ、2階行ってみる？ちょっと一旦2階、ちょっとアングルが難しいな、ちょっと。これはこのゲームアングル、待って、今人いなかった？あ、気のせいか。大丈夫か？あ、いける。ここら辺とか開けないから。あー、開かないね。でも人間いないから多分捕まることはないんですよね、この辺は。んで、この辺とかは特にない。あー、いい部屋住んでるって。誰の家これね、俺わかんないんだけど、誰の家なのこれ。
まあ、とりあえずゴリラがね住んでるっていうか迷い込んだ感じかな。ゴリラはあくまでね住んでるっていうよりは、あ待っているんじゃない、あの距離にいるってことか。なんであんまり近寄りすぎないぐらいがいいと。えでもさ投げるものがないじゃん。これあこれ投げてくんない、無理か。これこう上行ったら、あちょっと待ってアングルが、ごめんねちょっと勝手にこうやってなっちゃうから難しいんだよね。でこれこの辺に、あ人いない、でもいないっぽいよねあんまり。じゃあこの辺とか行ってみましょうか。ロビーみたいなとこ来たね。あーキッチンか。これは何を探索するんだろう。とりあえずさあのメートルついてるところに行きゃいいんだよね。ああそうか、こういうことか。お何何、人間来た、えおキッズ前、早すぎる早すぎる。おっと子供たちが来た。でも子供たちだったら別になんかゴリラだったらひねり潰せる気がするけど、まあ、とりあえず行きましょうか。何わからん、読めない、スリープって書いてあった。えさっきこっちにいたからさ、ああの目的地に行けばいいのね。でこっから行けない、あ行ける行ける行ける。でここら辺はでもまあ簡単かな比較的。 OK、 うん女の子いる後ろに。いや気持ち悪いなこの何一緒に寝てんだよ、何一緒に寝てんの、知性があんのこのゴリラは。おお結構リアル、指が結構リアル。で女の子が、うわビビるよそれどんな落ち方してんだ女の子、それはなんかすごいなあーこれ危ない、これ危ない、ゴリラがいたんだよって、家の中にゴリラがいたんだよって言って、でめちゃめちゃママ冷静なんだよな顔が。んでユーマストキッティング、キッティングって言ってるね、わからない。とりあえず、ああ待って、お母さん動かせる、すごいんだけど汗出すぎじゃない、大丈夫本当に。まあとりあえず行きましょうか。なんかゴリラのいた場所に行けばいいんだよねひとまず。こっちかな、あこっち行けない、どっから来たこの女の子、多分子供だと思うんだけど、この母親のどこら辺だっけな、こっちか、こっちも行けないよね。とりあえずゴリラのいる場所に行けばいい。なんか早いな、やっぱりさゴリラと違ってめちゃめちゃ動かしやすいんだけど。であオッケーオッケーオッケー、メートルが指してる方に行けばいいから、ゴリラの元に行きます。オッケー。んで、あ、いない、ゴリラが。ゴリラ、どこ行った？え、絶対違うだろ。あ、違うってなってるわ、お母さんも。お、待って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 、いる、すげえ。お願い、社長、お願い、ゴリラにせめて。リプレイ、ネクスト。あ、これでクリアか。ありがとうございます。え、クリアになりました。やった、次のステージ行こう。え、結構面白いぞ。みんな結構面白い、このゲーム。結構面白い。マジか、無料ゲームにしては。怖い。え、何？え、怖い。急に怖い要素入れてこないで。え、何？あれは何なんだろう？このベアーとかも気になるな。ベアーとか。これ。足がトゥルントゥルントゥルンってなる。なるほどね。で、こっちの部屋とかも行ける。あ、行けない。っていうことはもうこっちか。で開けます。すごいな FPS 試験、試験じゃない試験。んで、あーデザート食べたいみたいな感じか。でもお兄さんがいるから食べられないよみたいな、そんな感じかな。んであれをもらいたいんでしょ、気を、あーこれであの寄せつけてその間にあの飯を奪うと。別に食わなくてもよくないちょっとは我慢してよ。んで、あ待って、これ FPS 試験しかできないのこれ。で、あれ走れない、あれあれあれ待って、あれこれゴリラゴリラ消えたんだけどね、俺の視点からゴリラ消えたんだけどね待って、俺の視点からゴリラがいないんだけどね透明なんだけど、やめてくんない。でこれどの辺かな、この辺で投げた方がいいかな。投げた？投げれた？あれ？オッケー。あれ？投げた？あ、来ない。ちょっと待ってね。もう一発、とりあえずゲットして。どうしたらいいんだ、これ。結構さ、この辺で、この後ろの方投げてみるか。投げた？全然、待って、全然当たんないんだけど。どういうこと？で、持つでしょ？
あ、投げ、あの人に投げるってことかな。あの人に投げるってことかもしんない。この人にバチコン当てます。オッケー。で、待って、視点が、オッケーオッケーオッケー。このまま走って、なんでぶつかってんの、なんでぶつかってんの、なんでぶつかった。あ、取って、オッケー、取った。で、これをどこ行く。あ、待って、勝手に向いてる。オッケーオッケーオッケー、進んだ。で、おじさんがなくなってるってなってるんだよね。鈍感すぎん。で、ここで広告が入ると、車のね、謎ので、狭すぎんトラック。オッケー、行きましょう。とりあえずね、このステージもクリアしたんで、次行きましょうか。ネクスト。あ、バナナの皮つけてゴリラと言ったらバナナっていう感じか。で、これはなんかミントみたいなやつあるんだけど、あのプール。何、臭そう。急に臭そうなんだけど、このゴリラ何急に臭そうなゴリラやめてくんない。で、あ、人間いるね。で、このペアもあんま関係ないんで、ひとまずここ外出ます。で、さっきゴリラ消えてたのがちょっと気になるけど、次目的地どこだろう。あ、待って、あっち側にある。んで、このゲーム意外としっかりしてるから、なんつうんだろうね、目的地もわかる。ただ、あの第1ステージの時にさ、あれだったんだよね、いきなり落ちたんだよね俺。そこはちょっと気になるけど、待って、これどっちから行ける。こっち側から行けんのかな、これ。こっから行けない、無理か。行って、この螺旋階段がね、あの視点がね、これゆっくりだから、みんなごめんね、ちょっとその辺は見づらいと思うんだけど、うん、こっちじゃなかった。あ、こっから行ける。だったらいけんじゃない。あ、ダメ、あ、ダメかこれ。あ、戻ってきてどうすんの。あ、そういうことか。あっこ、あ、待って、大丈夫バッテリー残量が。んで、ひとまずさ、あの外出ないといけないっぽいから、外出さしてほしい。こっから行けんのかな。オッケー。あ、待って、ここに人がいるから、これ気をつけないといけないね。で、この人、これで、このレンガ持って、どの辺引きつけたらいいんだろう。あ、待って、この辺に投げる。待って、え、あっち行く、あっち行った。で、このあっち行ったついでにこっちに行くと、オッケー。これ床がさ、ちょっと気持ち悪いんだけどこの床が気持ち悪いっていうの。オッケー、ここに行きます。で、これで何、飛び込むの、スイミング。急にどうした、何これ。スイムって何、これどうすんの。おー、何もうイカれてる、もうイカれてんのよこいつ。なんかバナナ落としたら、なんか闇みたいな出てきたんだけど、これもう黒あるうまいな、めちゃめちゃうまいな。俺あれだよ、あの平泳ぎすらできないからね、バタ足すら。どんだけバナナ落としてんの。1個しか持ってなかっただろこいつもうどういうことなのこれマジでおもろいじゃんこのゲームね。え、何回もやっちゃうんだけど、これパート2あるかもしんないぞねえ。これ本当に面白いもん、くつろいでんな。で、臭そうになってる、めちゃめちゃ。なんかもうあれみたいな、荒れ地みたいになってるよ。で、バナナめちゃめちゃ落としてるでしょ。で、もうね、なんかね、あのこれストーリー読めないから、ヒーローウォーズ、もうなんかごめんなさい、これに関してはごめんなさいなんですけど、あの面白そうって一切感じないんですよねこのゲーム。さあ、ネクスト行きましょうか。ネクストコナンズヒントで、さっきの続き出すね、出すねって、なんかもうおかしくなってるもんこれの声も。んで、 What is this? それはなるわな、こんな臭くなってプールが汚くなってね、誰の仕業だろうって感じかな。あははって笑ってる場合じゃないだろう。あ、待って、バレた。え、すごいこけ方。待って、これバレたんじゃない？やばい、めっちゃ怒ってる。え、これどうしたらいいの？これ、え？で？急に、待って、な、どんな走り方？え、待って、動かない。え、しょぼ。え、待って。あのさ、これさ、動けないの。動かして。え、なんか動けないんだけど、どういうこと？またなんか、シュー。みんなごめん。これさ、何回もやってんだけど、動ける。え、なんかさ、なんかさ、ちょっとしか動けないんだけど、何回パンチ食らったら気が済むの。え、待って、あ、分かった、これダッシュってあれだ、あれ、あのね、連打したらいけるわ今回は。え、なんかそんな聞いてないんだけどあのさ、あの左の十字キーがなくなってると思うんすよ。なんで右ね、あの普通長押しでいけるんですけど、これ連打だったら今回動けますね。あと普通に操作しなくても歩いてくれるって感じになってます。
なんか新しい要素とか入れてくんだね。それ新しい要素入れるんだったらさ、あの説明をどうにか教えてほしいんだけど。で、これ左の左のお姉さんめちゃめちゃ変な走り方してるもんな。もうやばいでしょこれ。ゴリラも海パン履いてさ、しかもなんか柄がめちゃめちゃ癖強いんだよなね、これ普通に面白いっていうね。どこまで歩くのこれ、これどこまで歩くの。結構さ離れてないこれ、違うかな、離れてないかな。でこれ家の中入るって感じなのかな。あ違う、あなんか門を出ようとしてる。で門を出て、あこのステージ、ここのステージが俺越えてなかったんですよ。でカムで追いつけない。あーやばい、怒った怒った怒った、待って待って待って、あ諦め、諦めんなって。ゴリラゴリラ脱走したのに諦めるってやばくない。あなるほど、自分の家だから、うん、なんかひどいな。他の人なんか警察呼んだ方がいいって、その場合は。おばあちゃん、何どうしたの、おばあちゃんどうした。おあ結構いいゲームかもしんないこれ。えこれいいゲームかもしんない。え、めっちゃいいゲーム出してくんじゃん、急に。このゴリラのゲームに全く合わねえ。さあ、ネクスト行きましょうか。まあ、結構ね、進んできてると思うんだけど、最終回ってどんな感じなんだろうね。ごめんね、ちょっとあれが読めなくてね。ゴリラ困ってるみたいな感じだけど。待って、なんか対策考えてるぞ、このおじさん。ゴリラを捕まえるために。これなんか来んのこれ。何はしごみたいな感じか。でもこれってさ、そのまま行ったらバレちゃうから。あーなるほど、石あるね。レンガを取ります。オッケーオッケー。あ左上を押したのかな。これ押したら多分ね、次のステージ進んでくれるよっていうものだと思うんですよね。これを間違えて押しちゃったのかもしれない。なんで1ステージ飛んじゃったのかもしれない。んでひとまずこの辺に石を投げます。そうするとあっち行ってくれるんで、行く。あ行った行った行った。でその間にこの目的地に行って、待って待って待って、何何、えどこ行ったらいいのこれ、何これ待って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 なんとなく分かったぞもうやばいでしょこれ。いやあのおじさんも あのおじさんだよね。だってさ、はしごなくなってんだよこんなでかい。この映像やばいな。とりあえずこれ置いて登ります。器用に登ります。なんかフェンス薄すぎん。これだったらゴリラのワンパンで終わりそうだけど、すごいな。なんか運動神経良くないゴリラ。んで完全に人間がね、人間の登り方なんだよな。でこれ外側に行けばいいのかな。またくつろぎたいみたいな感じ。そういうわけでもないのかな。とりあえず外側行って行ってみましょうか。あのおばさんいないよね、大丈夫だよね。あのおばさんいたらちょっと良くないんだけど、あいないっぽいな、いないっぽいぞ。で今のうちに行けばいいのかな。ここにくつろぐ。あそういうわけでもないのかなちょっと待って、これあれだな、なんか判定が微妙いな。端っこ意識すぎてもね、なんか最初みたいに何つうんだろう、奈落落ちちゃうんで、ゴリラがね、ゴリラが奈落落ちたいちゃうんで、それは良くないよね。で中入ればいいのかな、この感じは。なんかこれ走ったら揺れるの、なんなの。そこまでねゴリラの体重をね再現しなくていいから、ただ見づらいだけだからねこれ。んで行きます。オッケー。待って、何これ、殺して。おっと、クッキングしてるね。すごい体勢でしてんな、すごい体勢でしてんな。でこの泥、これを持って、ん？これを持って、あ、泥じゃないわ。え？これを持ってどうすんの？次の目的地があっち側なんだよね。ちょっと一旦行っていい？一旦行っていい？これ外だよね。外だ、行くでしょ、まず。で、ここに行きます。拾います、泥。なんかもう地中に手が埋まってたけどね、今。で、これを、あの人にぶつけると。なるほど。これ、レンガに泥をつけたものを、ってことだよね。あ、二つ持ってる。二つ持ってるわ。泥と、あれ持ってるね、両方。んで、ここで、OK。で、この人に、え、これ誓ったらダメだよね。
当てる？ぶつけてみようか一旦。ほい。うん？あ、うーんってなってるだけだ。これダメだわ。これダメっぽいね。大丈夫？大丈夫？大丈夫かな？あ、今のうちに行けばいいってことかな。で、これ。ガチャ。何？何？え？ダチャって何？え、な、何したの？え？な、え？待って、どういうこと？え、俺見つかった？今。やばいやばい。え？これ。いやもうそれゴリラの笑い声じゃないのよ。笑い声じゃないのよ。お願いゴリ、もうお願い社長はもういいから。で、ネクストね。ネクストコナンズヒント行きましょうか。んで、今度はなんかおじさん、なんか、ひろゆきみたいな、ひろゆきさんみたいなのいるんだけど、ちょっと待って。すごいなんかひろゆきさんみたいなやついるんだけど、これ。めっちゃひろゆきさんみたいなやつ。ちょっと、一回近寄っていい？ひろゆきさんいる。あ、でも違うわ、よく見たら。これ横顔が似てる。で、あ、なに？ギャッツ。いや、自分も捕まってどうすんの？